はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の死守シリーズ第1弾やっていきましょう。科目は理科です。で今までね、数学で死守シリーズずっとやってきたんですが、死守って何っていう方もいると思うので簡単に説明させてください。これは理科が得意不得意は関係ないです。偏差値目指してるところがいくつぐらいっていうのも関係ない。すべての受験生が受験本番で 確実に正解してほしい。基礎的なレベルの、しかも実際に受験で出された問題をピックアップしてやっていくシリーズになっておりますので、ぜひね、受験勉強のお供に使ってみてください。で、今回ね、この5問やっていきますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、わかんなかったり、厳しい問題があれば、今からね、自分が全部解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな では、ちょっとね、前置きが長くなりましたが、早速解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、いつも通りね、画面下げますので、お待ちください。ごよ、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 ほ、もうちょいか、この辺かな。よし、じゃあ、行きましょう。で、まず1番は光ですね。で、今回、まあ、理科に関してはなんですけど、 その、例えば1番の問題とか2番の問題が分かんなかったっていう場合、自分ね、今までこう、中学校3年間分の理科の動画全部撮り終わってるので、この辺を復習するといいよっていうのを、えっと、右上のビックリマーク、もしくは下の概要欄にリンク貼っておくので、あ、この問題間違っちゃった、これだけ正解すればいいや、でもいいです。その確認でもいいんですけど、あ、ここちょっと忘れがちだから少し振り返ってみようかなと思う方は、そっちの動画もぜひ使ってみてください。 で、まず一番はですね、まあ、方眼用紙がありますと、ちょっと簡易的に書きましたけど、光源装置から光をこうやって入れます。で、ここに鏡があります。こっちも鏡です。つまり、こう言ってこう言ってこんな感じで、ね、こう言ってこう言ってこういう感じで、光が反射していって、ああいう上のどこのスクリーンのね、どこに届きますかという問題。で、もしかしたらね、 その実際の紙がないからみんな問題紙持ってないからさいやわかんねえよ画面じゃと思うかもしれないですが、まあ、方眼用紙のマスがあることによって別にだ動画の画面で見ても全然わかりますいけますこれはでポイントになるのがまず最初の光ありますよねこれの綺麗に通ってるところを探しますそれがま黒で今塗ってあるんだけどここですちょっとここを注目してください で、こっからまず1の鏡ですね。にぶつかったのがここです。で、ここで考えるべきなのが、まあ、光ちょっと復習しながらやっていきますけど、光っていうのは、こう反射ありましたね。入射角、反射角ってありましたけど、入射角と反射角は一致します。同じようにこう入ってきたのにこっちとかには行かないわけよ。ね反射するときには。 ってことは、これもそういう感じに反射させたい。で、しかも、鏡がですね、今ちょっと切っちゃってるんだけど、この一マス一マス、だから、えー、数学で言うと y、y コールマイナス x ですね。綺麗なこの、ちょうど、斜めになってると。だから、この斜めに関して反射してるのね。で、注目すべきがさっき言ったこの丸なんですけど、こっからここって、一マス行って三マス上がってるんですよ。 1> 1 3の,1 3の形でで進んでいってるってことはこっちここのさ点線の部分を無理やり書くとしたら今ここはこうです。ここに点線が来るわけですけど入射角と反射角を一致させるためには13で来てるんだから13で跳ね返ってまあ31か。で跳ね返ってくるのでここにぶつかるはずなんです。 入射射角角と反射角を一致させたいからねでここに来るとじゃあ同じように今2回目の反射をさせます鏡2で点線はここになります入射角がこう反射角は当然今1331かで進んできたのでこっちも31を通るようにここですねここを通るわけですいい反射させるとじゃあ同じように31で進んでいくとどこかっていうと ここに来るので答えと1番のね答えとしてはうが正解になります。受験問題の光っていうのはまあ大体こうやってマス方眼紙のようにこうマスターが出てるのでそれを参考にしながらやっていくといいです。いいかな？まあ入射角と反射角の関係を意識しながらやってみましょう。で2番ですね。で まあ2番は言葉なのでちょっとさらっといきますまず答えからいきましょうあちょっと文章読みましょうか人の血液の成分であるホニャララは毛細血管から染み出て組織液となるとここもうここが重要ね毛細血管から染み出て組織液になるの誰かっていうと結晶です章に関しては教科書がひらがなので大丈夫ですあの漢字でチャレンジしてもいいけどかなり難しい漢字使います結晶はね これが答えです。キーワードとしてはえー、っとまあかなり省略形で書くんだったら組織液になるんです毛細血管から染み出てね今回はこの問題は結晶は答えだったんですけど逆もあり得るわけ結晶がね染み出たら何になりますか組織液になりますっていうねどっちから出されることもあるのでまあここもセットで覚えておきましょうとなると いいかなでちょっと余談になります。これは血液の成分なんですけど、まあ、これもね動画リンク貼っておきますが自分よく血液に関して4人の選手がいるっていう言い方動画でも話しました選手がいるんです4人で選手1人が結晶ですこれも選手ですで他の選手もぜひ覚えておいてくださいほかあと3人何かっていうとまず赤血球です赤血球。 個人的に入手して一番出てくるのはこいつのイメージです。赤血球が一番出てくるイメージね。俺は。あとは、次、白血球です。え、白血球。で、もう一人が、ちょっと名前似てるんですけど、決勝板です。決勝板。この三人。で、決勝含めて四人の選手がいると。で、決勝板は章は小さいの感じなんですよ。これは。でもこっち、章は小さい感じではないので、決勝は。気をつけてね。 で赤血球がなんで一番出てくるかっていうとこいつヘモグロビンっってていう有名な物質を持ってるんでですよでその特性に関してはちょっと動画で確認してくださいちょっと長くなってしまうんでねでよく出てくるんですが、まあ、全部セットでぜひ覚えておくといいですどれが来ても対応できるからねでは3番いきましょうえー、っと右で使うからちょっと左下ねじ込んでいいですか3番ですね太陽系の惑星 地球型惑星と木星型惑星に分けることができますとさて惑星みんな水金地下みたいな感じで覚えたと思います水金、ま、いい地下まで行ったら全部言えよっていうねじゃあ一応書きましょうこれ絶対覚えてねはい水、まあ、水星の水ね水金金星地地球です火星水金地下木土星天王星土 海海王星ですね、まあ、皆さんのお父さんお母さん自分もそうでしたけど昔は冥王性があったんですよ「水金近目ドッテン海名」だったんですけど冥王性外れたので今は「水金近目ドッテン海です」ですでこの順番、まあ、こっちに太陽があるわけですけど順番に並んでいるとでその時に地球型惑星と木星型惑星に分けれるんですがどこで分けるかっていうとここで分けます、まあ、ちょうど半分です ってわけででででももいいいいし木木星星星が来たら木星型惑すすよでもいいです覚え方としてはどっちでもいい。ってことを覚えておけば今回地球型惑星「あ」と「あ」から「お」から2つ選びなさいと言っておりますつまり、えー、っと選択肢「火星」があったね「う」が火星で「金星」が「お」なので答えとしては「う」と「お」これが答えになります。 いいかなまあ、今回覚えてほしいのは水域地近づく点ッ回を覚えるのと、えー、ここで切ります半分で切って地球型惑星と木星型惑星になりますとよろしいかとよろしいかとってほしいよろしいかさあ4番いきましょうさあ天気ですねここはちょっとカッコ1カッコ2がございますでえー、と天気図がちょっと見にくいかもしれないんですが、えー、ちょっと画面に出すことができないので口説明でいきますねでまずですねまあ今回青森が主役というかもうなってるわけなんですけどちょっとざっくり書きましょうか えーっと入ってるあー入ってるねまあちょっとざっくりでごめんなさいねよいしょまあ地球がありますと地球じゃないよごめん日本がありますとで青森はこの辺ですかね青森があるわけですけどで今前線が2つありますまあ色は意図的にちょっと分けます これさ、撮影するほんと数分前からさめちゃくちゃ今豪雨で外めちゃくちゃ雨降ってるんですけど雷もなっててねまあ多分あのピンマイク使ってるんで雷の音とか拾わないと思うんですけどもし拾ったらごめんねはいこうですね、まあ、前線もいくつか種類があるんですがよく出てくるのはこの2つ○○丸半と○半円だねになってるのとまあ尖ったやつが出てくるわけですがまあこうなってます今ねで天気図がで括弧1 A, C に今文字が書いてあって、青森市、この後前線、X,Y。えこっちが Y ですね。で、こっちが X、通過していきます。その時の、ま、天気、どんな感じになっていくか、観測したからね。それを順番にしなさいと。で、ここでまず覚えてほしいことが、みんな天気図見ますかね天気予報で。天気予報のお姉さんとか喋ってるじゃないですか。天つとか話喋ってるでしょま、お姉さんじゃないけど。で、その時、これって、 天気、どうか、う具とか、その前線がどういう風に動いていくかってイメージって持ってるかなっていう。大体のことが持ってるかなと思うんですけど、よく台風シーズンって、え、台風大丈夫かなってニュースでよくやってるじゃないですか。で台風って大体下から来て、こう日本列島を下から舐めるように右上に上がっていくでしょ。そのイメージ持っといてください。全体でね。だからこれも右上に上がっていく。つまり、今、青森市に関しては、先にこいつが当たるんです。 こっちが当たる。でその後にこっちが当たります順番としてはそしてこいつら前線の名前があって必ず覚えておきましょうちょっと色はと分けたのはこの名前に沿って分けたんですが赤のの半円の方が温暖前線です。温暖ね、前線。で、こっちは青で寒いっていう漢字を使って寒冷前線と言います 関連これ必ず覚えます。関連前線。別に温暖前線、暖かいって漢字が使ってるから、たまに晴れるんですかって言われるけど、晴れません。雨降りますよ。両方雨降ります。降るんですが、特徴がある。まあ、その名前はね、漢字に沿って特徴があるわけなんですが、ちょっとそれは後ほど。で、まずですね、温暖前線が当たるわけです。青森市。温暖前線の特徴、まあそれは動画のリンクで詳しくまた見てもらえたらと思うんですが、特徴としては、弱い雨が長く降ります。いいかな。 これをね、えーうん、幅を開けたらよかったんだよまず特徴1ですね弱い雨そしてそれが長く降りますいいね弱い雨が長く降るんですで通過した後前線と前線が上にある時はね雨降ってんだよ雨降ってんだよ雲あるからね降ってんだけど通過した後 通過後ですすねはか、えー、かくなります暖かくななななりりまるあれ送りえ間違ってない大丈夫かなまあだから温暖でつくんですよね温暖まだ特徴あるんですけど主にこれは2つ必ず覚えておきましょうこれがまず1個特徴ですいいかなで青の方寒冷前線ですねこっちはそれの真逆真逆って言うこともあるけど真逆で雨が強いですまず。 あっちは弱い雨なんだけど、こっちは強い雨になります。で、短いです、期間としては。だから今、多分ね、ここで今、れが降ってる雨、そ、これなんだよね。イメージとしては。多分すぐ止むと思うんだけど、短い雨。短い雨でおかしいな短く降るんです。で、通過後、えーと、寒くなる。冷えます。温度が下がるんです。これが特徴。 で、それをもって考えていくと、選択肢 A が南寄りから北寄りの風に変わり、まあ風に関しても特徴あるんだけど、ちょっと僕ははりますね。激しい雨が降ったが A。B が降ってた雨がやんだ後気温が上昇したと。C は早上の雲に覆われて弱い雨が長く降ったと言ってます。つまり、先に赤が来るはずなので、雨は弱く長く降るはず。弱い雨が降るはずだよね。ってことで、C が最初です。 温暖前線の特徴ですね。こっちが来ると。さあ、通過した後、降ってた雨が止みました。どうなった気温が上昇したっていう B の選択肢があるので、こいつが通過した後の状況を言ってます。B が来ますと。ただ、その後にもう一回 Y の関連がぶつかります。こいつが来ることによって、強い雨、激しい雨が降ると。だから、次に A が来て、これで終了となります。これカッコ1だね。書いておこう。カッコ1。 ででです2ですねちょっと記述になるんでまあ似たようなことが書いてあれば OK って判断をしてください。Y の前線面付近こいつです関連ねの前線面付近では暖気はどのような動きをしているか密度・寒気という2つの語を用いて書きなさいと。 で、これね、特徴的なのが、密度使うんだっていう、珍しいんですよね。寒気だけなら使う。絶対入ってないとまずいんだけど、密度も使えます。で、先に、正答を書いておきましょう。まあ例ね。暖気がどういう動きをするかって言ってるから、まあ暖気は、こいつを主語にして書いていきましょう。暖気は、まあ今回ね、あんまり自分も動画で言ったことないんだけど、 暖気って暖かい空気ですいい、ねで。寒気は寒い空気なんですけど、寒い空気、寒気の方が密度が大きいです。これちょっと覚えておいてください。寒気の方が密度が大きい。で、密度の大きい寒気が、これね。で、密度が大きいと下に潜ってきます。だから寒気って潜ってくるんですよ。暖かい空気が上に上げられちゃうのね。だから、暖気は密度の大きい寒気。 に、えー、押し上げられると、まあこれ一個の例として、これを答えとしておいてください。でここで切ってもいいです、皆さん切っても大丈夫です。たら特徴をちょっとしゃしゃ最後に喋っていきたいので、まあこれは動画で話した話なんでね、見たことある方はハショッたって構わないんですが、もしよかったら復習してください。 今寒気が下に潜るっていう話をしましたねでここの覚え方にもつながっていくんですがまずですねじゃあどうしよう寒冷前線からいきましょうかいややっぱり温暖からいきますあ <laughs> 下入るかなこいつね温暖前線あるじゃないですかちょっと温暖のマーク書いておきましょう前線面ここにありますとで温暖前線の特徴はもともとあった寒気寒い空気ね 寒い空気に暖気がぶつかってくるイメージです寒い空気に暖気暖がぶつかってくるんです。つまり、ここに、ちょっとこういう線描いちゃいますけど、もともとあった寒い寒気のところに、こっちからあったかい暖気がぶつかってきたと。ただし、さっきも言ったように、寒気は下にいます。下に来ると。暖気は上に乗っちゃうのね。 だから、ぶつかってきた暖気が寒気の上に、よいしょって上に乗っていくんで、緩やかにこういう風に登っていきます。で、緩やかにこう登っていく感じになって、この部分に雲ができます。こういう感じ。だから、イメージで本当横長に、横長に沿う。ゆっく薄い雲ができていく感じ。だから、雲が薄い分、雨は弱いんです、その分。 だから弱い雨が降る。ただし雲が横に広がっていくから長く降ります。これが温暖前線。で、これって右にずれていくのね。右にずれていく。で、ずれていった時に全部、じゃあ、もうぐっちゃぐちゃだけどごめんね。はい、ここに私います。私がいますと。雨降られてます。寒いんです、今。寒いんですけど、ここに俺がいるでしょずっと右にずれていったら、そのうち暖気が来ますよね。 全部過ぎてったら雨も止んで暖気が残るだから通過後に暖かくなるんです温暖前線はただしまあ逆というかもう一個の寒冷前線いきましょう寒冷前線は入ってるちょっと右下がりで重いな寒冷前線は逆でもともと暖気があったとこに寒気がぶつかってくるんです寒気がぶつかってくるでどういうふうになるかっていうとあれか ごめんね、えー、加湿器が水がねえと訴えております失礼しましたわかったよ <laughs> ごめんよもともと暖気がいたところに寒気がこっちからぶつかってくるとちょっと一っぱいなっぶつかってくるのねでも寒気下に入りたいんですよ入りたいつまりもともといた暖気の中に下にぐって入りたいんで暖気がうわって押してくるんだよみたいな感じで上にふわんって上げられちゃうのね 押し上げられちゃうの。つまり、ここにいたのに、急にこうやって暖気が上に押し上げられる。押されたことによって。だから、急にグイーンって上がるから、縦長の、こういう雲ができるイメージ。縦長の雲、ボーンってできてるから、その分雨が強いんだわ、ここ。だから、強い雨が降ります、こっち。 ただし、雲が横に広がってるわけではないので、短いんです。降ってる期間は。短期間の強い雨が降ってくると。いいね、特徴としては。で、さっきと同じように私またうみます。雨に降られてます。上っつって。で、降られてるんですけど、これが全部右に通過していく。こうやって動いていく。その時に、雨はやみますけど、残るのは寒気です。寒気が押してるから、こっちから。つまり、通過後には寒くなる。寒気が残ってるからね。 これが温暖前前線線と寒冷のの特徴になりますので、まあ、今は、ね、簡単に説明してますけどもしよかったら、ね、復習しながら、まあ、この問題まず復習してほしいですけど、えー、他の動画も使って是非復習してみてください。では、まあ、初回でしたけどいかがだったでしょうかもしよかったらあれちょっと高評価とか押してもらえるとあこのシリーズ役に立ってんだって思ってだいぶ続けようっていうモチベーションになりますのでよかったら、ね、コメントとか評価の方もよろしくお願いします。 では、今回はね、高校受験対策死守シリーズ第1弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。